おはようございます。こんにちは、こんばんは。シャツナケイスキです。今回は新しいフリーゲームやっていきますよ。この、ちょっと、なんて読むんか、ややわかりにくい系のタイトルですが、作者さんに決めました。ラルムらしいですね。ラールーム。読みたらこれ R が左右反転しただけみたいで。うん。そんなわけで、ラルムだそうです。見た感じでわかる通り、ホラーゲームであります。ちょっとアクションが絡んでくるらしい。で、脱出系らしいですね。探索しての脱出系。こういうゲームなかなか面白いんですよね。定番っていうかな、フリーゲームの。この実況はなかなか面白いものになりそうじゃないですか。いや、俺が面白いんじゃなくて、このゲームが面白そうなんやけどね。うん。まあ、このゲームのストーリーは、まあ、説明書に書いてあることをおいおい説明していきますんで、とりあえず、今はニューゲーム。どんな感じかな？お。私は、秋のゆずか、ごく普通の女子高生でした。でした。この秋のゆずかっていうのが説明書にも書いてあった主人公なんですけど、まあ女子高生でも書いてありましたよ。けど、でした。え、何それ。特に変わったところもなく、普通な、普通な。そんな私が、下校中に友達を別れて、家路と、わからんけ、パースと向かう最中、後ろから軽く殴られ、パン。そこから意識がぶっついと切れてしまい、気づけば、これも説明書に書いてあったね。お、まずええって思ったんが、このええですよ。ダウンロードのページにもあったんですけどね、これがなかなかユニークで気に入ったっていうのも、俺のこのゲームを興味持ったっていうの一つの理由であります。なんか可愛らしいですよね。こういう絵もなかなか、どっちかって言ったらホラーゲームには合わんような絵やけど、逆にそれがいいかもしれないね。秋のゆずかね。この子が高校生、女子高生で主人公。どこよ、ここは。気がつけば私はよくわからない場所にいました。すごく不気な建物。とりあえずここを出ましょう。動かせるようになった。このゲームはちゃんとダッシュもできましてね。おお、雰囲気がゴーストスクールですね。少し休みますかって、あれ部活に寝ていけるんかとっていう、ちょっと恐怖があるね。寝るんがセーブとかそういうことなんだろうか。あ、セーブは普通にできる。あ、普通に17歳、高校2年か3年ってことですね。ツールアイテムやね。装着とかある。装備の概念あるんだ。え、なんこれ。なんかあるんかな、もしかして。こういう系のゲームは敵から逃げる系が多いけど、アクションもあるって言ったし、 HP10 捕まったらアウト的な感じやけん、装着っていうのはあんま意味ないんだろうな。てか装着できるゲームもんとか出てくるもんなんか。血のようなものが見えた。いきなりやばいな、これは、うん。雰囲気通りやね。暗くて読めない。あ、暗いんだよ。結構明るいと思うんやけど、俺。めっちゃ光ついとるもん。全部、部屋全部を光らせることができんかったか。で、これなんだろう。これがアイテムってこと？伝統の光を骨に。な、これ。これなんで光っとんだろう。ようわからんな。ホタルでもいるのですか？ホタルなんで死んでもおったん？潰れているのか開かない。やばいもんな、これ血。雰囲気ごっつ。特に変わったところはない。そうか。結構調べがいいのありそうなところバンバンある。いろいろ調べたいところがバンバンある。こういうなんか地面の割れたところですらちょっと気になってしまうもんね。この血いいよ、血。なぜか血が飛び散っている。いや、バイオよ、ここ。あ、そうそうそう。この張り紙ですね。休憩室、静かに、綺麗に、使いましょう。どこが綺麗じゃ、ボケ。綺麗の木の文字もないぞ、お前。床めっちゃ、抜けとるしさ。血ぐらい、落としとけ、ボケ。クソ。綺麗に使いましょうって、もう雑に使われ放題やろ。
これ寝てみようかな。少し休みますか。はーい。あ、結構安らぎがおられるような BGM でした。あ、別にいい。今寝ても意味なかったな。とりあえず休憩しましたよ。OK。出ていこう。出ていけるんこれ。鍵かかっとる。鍵かかってやがる。くそ。嘘。なんかもっと探索しろってこと？やばいぞ。いきなりズマタガンが出て、なこれ。明かりをつけますか。明かりあったんじゃ。なるほど。ってことはこれが読めるな。何か書いてある。操作マニュアル。ああ。チュートリアル。操作マニュアル的なんがあるんじゃ。読ませてもらおうじゃない。教えてっちゃ。してまーす。残念。説明書にあるもん。操作マニュアルか。だからあれ何あれ。虫群がってる。これ、虫だね。それはこんなに穴開いとったら、外から虫が入ってきてもおかしくないとは思うけどさ。よし。何かキラリと光っている。虫じゃないの？取ってみますか？虫を？掴むの？虫を掴むの？古びた鍵を手に入れました。あ、虫はスルだった。この鍵で、ここから出られそうね。よーし。やったやった。あ、セーブしとったらよかった。今さら、教会？グレーなんちゃらなんちゃら教会の2階とか書いてあったね。教会、そうです。これは説明書に書いてあったけんわかる。教会なんです、ここは。この教会から脱出するっていうゲーム。休憩室。わーわーこれ、やばいよ。いきなりやばいよ。え、今のは一体何なの？お、こっちが聞きたい。考えても無駄かな。今は出口を探さなきゃ。その通りさ。結構いい子だな。とりあえず正面のここやな。いろいろ調べがいがありそうなもんがバンバンあるぞ。もう調べゲーになってくるよな。探索ゲーじゃなくて調べゲーやな。ちょっと違う。そう、書庫。書庫。なんか情報でもあるかな。この雰囲気に慣れていいかな。な。まずは。お。12日。処刑室のボタン、あれは一体何だろうか。処刑室、もしや何々への道が開かれる、そんなボタンなのか。神、天国への道。ありきたりすぎます。あ、消えた。呼んだら消えるんじゃ。取ったりしたんかでは。何か、さすがに古びた鍵。あ、使ったやつのやつ。ツールって何だろうね。特に気になる本はない。気になる本はない。気になる本はない。あ、何ですか。くそ、何ですか、何ですか。あ、そうか、ダッシュできるの忘れとったじゃないか。え、食人種についてと書かれた本がある。なんそれ。食人種、人はなんか人を食う的な。これはん、楽しい聖書と書かれた本がある。楽しいんですか、聖書。楽しい聖書とかあるんすか。知りませんよ、私は。聖書とか興味ないです。生贄に捧げようと書かれた本がある。やばいぞ。うわ、入ったらやばいぞ。なんか、やばいぞ、これ。まだある。なんで生贄に捧げようの本だけ、二つの棚の、本棚の分あるんや。ちょっと、生贄に捧げよう、優遇しすぎじゃない？特に気になるものはない。生贄に捧げようやって。死人を蘇らせるためには、何々何々と書かれている本がある。一番気になるところを潰されてる。不老不死を得るためにと書かれた本がある。えげつないぞ。教会ってこんなにえげつないところだったっけ。神を悪魔に変える方法についてと書かれた本がある。ちょっと気になります。ちょっとそれかっこいい、かっこいい。私を神にして、その後悪魔にしてください。無理です。え、あ、これ読めんのじゃん。あ、そうか、暗い件か、もしかして。あー、なんでこのタイミングでメール来る。ちょっと待ってくださいね。すいません。メール取ります。なんでこういう収録中にメール来るんだって思ってしまうわけです。電源切っとこうかな。とりあえずこれが気になるよね、やっぱり。これを読んでいる君に、神を悪魔に、を調べてごらん。神を悪魔に。なんかどっかにありそうってさっきありました。あー、さっきの文字が消えてる。ちょっと探してみよう。
さっきまで書かれていた文字がなくなって白紙のページになっている。あれか、いつであのハリーポッターに出てきた勝手に書かれるいい絵でも見せることはできます的なやつか。あれか確かこれだったかな、悪魔やな。ん、よく見て、よく見ると奥に何かある。懐中電灯来ました、やったー。こういうゲームで懐中電灯は神に入ってそうですよね。ツール、ああ、なるほど、ここでツール出てくるんだ。なるほどな、いいな、いいシステムになっとんだこれ。懐中電灯って歩くよ、電池切れの概念とかないよな、もしかして。一応使う。あ、これで読めってことだったんかな。あ、読めんのかい結局読めんのかい、赤い照らしただけかいちょっとがっかりだったこの骸骨、え、目をこすってよく見てくる。え、嘘、幽霊に変わった。誰だ君、あなた、私が見えるのですか。バリバリ見えますよ。でもね、おかしいよ、さっき骸骨だったあんたがなんで見えるの、おかしいよ。え、幽霊、踊り方薄いな私は以前はこの教会に勤めていました。しかしこの教会のとんでもない裏を、あ、ってことはシスターってことかな、知ってしまい、それに気づいた大司教様に見つかり殺されてしまいました。今ではここは悪霊を住まう呪われた教会、あなたは無事にここを出てくださいね。これをあなたに託します。え、蔵倉庫、え、なんで、倉庫室の、倉庫室の鍵を手に入れました。ありがとうございます。これはこの教会の倉庫室の鍵です。近々死人に襲われるでしょう。マジか、今はまだあなたの存在に気づいていないだけ、気づかれるのも時間の問題です。その前に聖者の祝福を授けた銀色ナイフを手に入れましょう。銀色ナイフは倉庫室のどっかにあるはずです。倉庫室だから倉庫室の鍵か。ありがとうございます。あとこれもハンマー、ハンマーとかあるんじゃ、戦えるんじゃ、逃げるだけじゃなくて戦えるんじゃ、これ戦うもんなんこれハンマーを装備してものそうな壁を調べると壊すことができます。いや、やっぱ戦わんのやな、ものそうなところか。いろいろとありがとうございます。もう怖がる必要なくなっとうな。私もそろそろ時間です。成仏したー、成仏したー。もう返答がない、クソ。未練残しとってここに残った感があるね。ありがたかった。ツールを2つもアイテムもらったもん。しかも重要な系のやつが、ありがたいっす。どうっす、ここに連れてきやがったやつめ、覚えてろ、このハンマーで殴ってやるぞと思っとったのに殴れんのね。まあ幽霊やけんな。ここがヒビが入ってると見た。地で何か文字が書かれている。助けて、痛いよ、まだ死にたくないよ、痛い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 。あ、ヒビじゃなかったんですね。怖いよ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 。こんなん書いとったんじゃ。あ、まだ骨があったんだった。あ、こいつを調べれんのかい。まあいいでしょう。重要なもんは手に入った。倉庫室を探せってことやね。つまり、倉庫室か。ではセーブ。あ、区切りいいかもしれんな。ちょっと。じゃあ今回は、今回のパートはこの辺にしておきますか。オッケー。なかなか面白そうなゲームじゃないか。これは当たり引いた気分だ。じゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。 See you again。